ジョニー、怖がらなくていい。ブッカか、リュタンか、ゴドリングか。最近じゃ珍しいな。灰色かかった髪の娘を探してる。見たか。最初からみんな話してくれ。どこで見た、何をしてた、大事なことなんだ。なぜだ。どうした、喋れないのか。なぜ。声が出なくなった。できることはあるか。ついていけばいいのか。行くしかなさそうだな。ここか。あたりをよく見せてくれ。崖か。声を取り戻す何かがあるのか。崖に行けということらしいな。
この瓶のことか。ほら、もういいか。素晴らしい言葉たちよ。ヘンテコリンなパンプキンプリン。この響きを楽しめない人生なんて、カタツムリを布に包んで味わうようなものだ。どうもありがとう、名も知らぬ親切な人。あんたに幸あれ。待ってくれ、助けてやったんだから礼をしてもらう。無償の人助けという美談をつまらん交換条件にしてしまうつもりか。なぜ声を失ったんだ。ある朝、いつものようにつぐみたちと歌合戦をやろうとして口を開けた。そしたらどうだ、何の音も出てこない。何度もやってみたが、血管が切れそうになっただけだった。それで村へ行ってみたんだ。新しく来た物知り女が奇跡を起こしてるって評判だったからな。でも村人たちが怪物だと騒いで、犬までけしかけられた。俺が怪物に見えるか。いや、まったく。だろ、妖婆の仕業に違いない。他の誰がこんな呪いをかける。友達の黒歌鳥が声のありかを見つけてくれたが、取り返す方法がなかった。カラスの友達に頼めばよかっただろ。カラスは妖婆のしもべだ、誰の頼みも聞かない。声を奪って瓶に詰める、不思議な話だ。何しろ声を取られた張本人にも訳がわからないからね。時には森を流れるせせらぎ、時には天をつんざく稲妻のようなこの声が瓶一個に収まるなんて。よほど強力な魔術だろうな。文字通り魔法のような出来事だ。灰色がかった髪の娘を探してる。見なかったか。見たとも、昨日のことのように覚えてる。起きてすぐにトイレに行ったんだ。一日の中で最高のひととき、朝日を浴びて腹の中を空にする、まさに至福の瞬間。急に大きな音がしたんだ。尻からは出るはずがないほど大きな音さ。そしてあの子が現れた。どこからともなく、あんたの言う通りの娘だ。傷を負って息を切らしてた。子供たちの家の方へ走っていった。妖婆にでも追われてるような速さだったな。素敵な朝を台無しにされたから怒鳴ってやったんだが、声を失ってたからあの子には聞こえなかったろうな。妖婆について何か知ってるか。この森と同じぐらい長く生きてる。残忍で意地が悪くて、関わらない方がいい。関わったらどうなる。声を奪われるか、命を奪われるか、奴らの気分次第さ。嫌な連中だが、奴らなりにこの土地や人々のことを気にかけてる。約束は必ず守るが、頼み事をするときは用心することだな。向こうに会う気がなければ探しても無駄なんだ。姿が見えなくても沼地で起こることはみんな見てるし聞いてるんだ。沼地の村に行ったが、そこで会った女が妖婆かもしれない。お前を見て困った様子だったか。なあ、その通りだ。俺もまだ行かれちゃいないな。そいつは妖婆じゃない。孤児の面倒を見てるばあさんさ。この俺を子供たちの作り話だと言ってやがる。孤児を沼地でか。沼地を何だと思ってるんだ。生まれた時からここに住んでるわ。いいところだぞ。彼女が孤児たちの方へ行ったなら、子供か世話をしているばあさんが見ていたはずだ。あの偏屈ばあさんはよそ者に何も話してくれないぞ。お前になら話すか。まあ前にも話したことがあるからなんとかなるかな。よし、恩知らずと思われたくない。ついてこい。
気をつけろ。安全だ。妖婆はいない。歌いながら近づけばばあさんも驚かないさ。ジョニーが見つめる小さな火、ポーンと出た火花がささやいた。声を取り戻したのかい？ああ、でもまだ1オクターブほど足りないな。家に帰ったら探してみなきゃな。ここに来ちゃいけないよ、ジョニー。ダメじゃないの。まあまあ、ばあさん。怒らないで。体に悪いぞ。連れて行ってくれないか？悪いな、ばあさん。この男がどうしても貴婦人たちに話があるらしい。ダメ、許されないわ。頼む、大事なことなんだ。こいつは手荒な真似はしない。ばあさん、頼むよ。ヤーニャが迷子になったとき見つけてやったろ。熱が出たときも直してやったろ。見返りを求めたか？まさか。声を盗まれたときでさえ少しも騒いだりしなかった。その俺がこうして頼んでるんだ。こいつを助けてやってくれ。でないといつまでもうるさくつきまとわれる。昼も夜もトイレの時もだ。娘がいなくなって貴婦人たちなら見つけられるかもしれないんだぞ。あんたにそう言われちゃねえ、ジョニー。助けてあげるわ。ついてきて。ジョニーはとってもとってもいい子なの。でも貴婦人たちは違ってね、彼を汚い生き物だって嫌ってるのよ。あのタペストリーの女性は？あれが貴婦人たちよ。美しき全能の貴婦人たちよ、どうかこの声に応えたまえ。午前にのたうつ惨めな小さき虫に情けをかけたまえ。なぜ私たちの眠りを邪魔するの？別の誰かが話しているのか。顔も頭も良さそうね。今までどこに姿を隠していたの？灰色の髪の娘を探している。会ったのは分かっているんだ。どこに？あらあら、せっかちね。灰色の髪じゃない女はお嫌いなのかしら。あの子は俺の娘のようなもの。
育ての親だ。美しい若い娘ならそんなの関係ある？俺には重要だ。痛いところをついてしまったみたい。よく発酵したパンみたいに感情が膨らんでいくわ。素敵、そうこなくちゃ。娘に会ったことは分かっている。すべて話せ。乱暴ね。でもうってつけだわ。あなたは勇敢な男かしら。森の猛獣たちは怖い。ああ、白髪の男よ。今は辛い時代なの。同胞たちが互いに争い、地面が血で染まっていくわ。悪が地上を支配する時代なのよ。ダウンモネンの近くで人々の憎悪と拒絶を糧に闇の力が勢力を増しているわ。その怪物を倒してくれれば灰色の髪の娘のことを教えましょう。闇の力なら遍歴の騎士やウィッチハンターの仕事だ。詳しいことはダウンウォレンの長老に尋ねるといいわ。仕事が終わったら長老から報酬を受け取るのを忘れないで。今私たちのしもべが担当を持って行くわ。長老と話してはみるが確約はできない。さあ女、担当を渡しな。そして白髪の男よ、使命を果たすまでここに戻ることは許さないわ。かしこまりました。今すぐに担当をお持ちします。さあ担当よ、これを持って貴婦人たちの言いつけ通りに確かに渡したわよ。長老からの報酬を石の上に置きなさい。石は暴く、石は奪う、石は知る、石は聞